ちょっとね、まだ走れそうなので、もうちょっとばかしで北上したいと思います。それ早めに着いて買い出しして、もうテント設営しちゃう、これね、そういうのがいいよね。雨でやっぱり走るのね辛いからね。ちょっと田島公園キャンプ場に向かうか、他のキャンプ場を目指すか、ちょっと迷っております。まだ7時44分だから朝44分だけど、もっとじゃないけど、まだ走れそうなので走っちゃいます、ね。いや、いいな今の北村ふれあい公園ね、無料で、あれ管理人がいてね、いいわ。なぜ南側がこう雨なので、ちょっと北へ逃げるんだけど、もう北海道全体で雨だって、今日その雨を通り越せば明日から曇り、もしくは若干晴れるんじゃないかなという感じでございます。雨とのあれだね、戦いだね、時間との。雨が降る前にタープ立ててのんびり飲みたいみたいな。もう正味ね、走って4時間5時間でテント張ってゆっくりするというのもありだよね。午前中走るところのなんていうのかな、ポイント、キャンプ場を雨降る前に張れるようなポイントが見つかればいいなって感じでございます。 UC チャンネル。はい、ただいま275号線を北へ進んで、今日は移動というよりはこの今後のルート選定とかね考えながら、だから新しいキャンプ場とかも行きたいんだよな、どっかね、なんだけども時間がない。どうやったらこう雨を切り抜けるかっていうことに終点を置こう。田島公園にしようと思ったんだけど、コンピラ公園へ行こうかと思っております。コンピラ公園、これはあれかな、北流とかあの辺にあるんだよね。北流サンフラワー北流って道の駅の近くにあるんだけど、あとね30分ぐらい走ればある。イエーイ、いねえな旅人、 OK です。ここを左もらうんだね。はい、 OK。 そんでそこを右と、はい、ここを右、これあれだね、ショートカットだね。いいよ、行こうじゃないか。はい、行こうじゃないか。おお、ジェットコースターだよ。ということで、タイム9時ぐらいですね。8時56分でございます。はい、これがコンピラ公園、北竜町コンピラ公園キャンプ場でございます。今は天気がものすごいいい感じですね。はい、この横で、あ、ここだな。はい、ライダーさんもいるね。 UC チャンネル。よし、稚内入ってる田舎、チベットが雨だった、じゃあ稚内行こうってなんですけど、全部なんか天気悪いですもんね。
北がほらすごい天気ですもんね。ちょっと相対的にね、なんか南が悪くて北がいいような気はするんだけど、これからどちらへ向かうんですか。自転車、 私はもうここで雨を今日は逃がして、それで南行くつもり。明日だとね、なんか曇りで行きやすいみたいですね。明日ぐらいになると少し良くなりそうなんで、この雨だけとにかく逃げれば、ね、ですよね、自分ちょっと北へちょっと逃げ、まだ走るんで北に逃げます。まだ時間と思いますよ。北の方行くとやっぱり午後2時ぐらいから雨とか書いてあったんで、だんだん遅くなりますね。まだ時間は多少ありますね。ちょっとね、頑張ります。すいません。ありがとう。情報公開していただきありがとうございました。お気をつけてください。はい、失礼いたします。大変です。ここね、コンピラ公園ってとこなんですけど、ね、北流とかの、いいとこですね、ここね。はい、ということで次に進んでいきたいと思います。北流にあるコンピラ公園、キャンプ場でございますね。なんかね、北の方へ行けばどんどん雨が遅くなるということで、ちょっともう少しだけ北上したいと思います。市別にある、今度ね、日向森林公園。俺以前ここでライダーさんと、はい、なんていうのかな、情報交換した時にここいいよって言われた場所をチェックしたんですね、以前。それまだ全然行けてなくて、ここに行こうかなと。まだね、9時26分。まだ9時過ぎなので、あと1時間半ぐらい。11時過ぎぐらいに着くので、そこ、今日のキャンプのポイントとしたいと思います。ヒップベース本命628ね、堂々628へと曲がっていきます。チップ別沼田方面キャンプ場までは11時過ぎですね、着く予定でございます。このまま天気は北に行くほど遅く降るということで、ここもなんかいい感じのあれだね、キャンプ場じゃないよ、ここは普通の家のあれだね。幌加内方からね、幌加内に、ここが281か、ここが281、ここが堂々281、本当誰も走らない、走ってない道路だね。はい、ここは275号線に入ってきましたね。え、何回か走ってんな、幌加内の朱鞠内湖の方だね、向かってんのかね、きっと。ちょっとね、紙の地図の方では結構その先の方のね、こうページ開けてるんだけど、その前はこのナビで行ってるんで、ちょっとどこ走るか若干分かりづらい部分があります。今9時55分、10時前ぐらいですね。10時前、ここからその今行く市別のキャンプ場は、温泉が近くにあるので歩いて行けるので、買い出しをしてからもうそのまま入っちゃおうかなと思って、ピュッてピュッて回送路でございますね。最高の天気はね、これから下り坂なんだけどね、全くストレスないね。この薄曇りがまた走りやすい、暑くもなく、多分本州はすごいもう蒸し暑い、灼熱でしょ。はい、私も雨を避けてね、走っております。で、この天気なりました。いやー、こんな天気出しれると思わなかったな。ずっと雨予報だったからね。ここをね、左曲がると、わ、すげえすげえ、まっすぐ、すっげえ、山に向かってまっすぐ道が伸びてるね。ほら、富良野のあそこみたいだな。こういうとこ多いよね、音があってこう。山までついてる。
はい、剣淵に入ってきましたね。剣淵ってあの絵本の町じゃなかったっけ、なんかそんな感じがしなかったっけね。絵本の町、剣淵みたいな。はい、県道じゃなくて道道545、道道545を走っております。ビフカ、ビフカアイランド、ビフカ設営しといきの行っちゃう感じ。いやー少ねえかそれは。この976へ入るということだね。もうセイコーマードホットシェフじゃん。もういいね。だけどあと12キロだからまだ先だな。日向温泉、日向温泉、日向温泉をの横にあるっていうからね、ちょっと見てみよう。ちょっと天気が分かんないけど、これはビフカ行っていいんじゃないか。これここくせえな、どうしようかって話だよ。ここか、出し用禁止になってる。あ、ダメっぺ。あ、水間も使えなくなってる。日なんかダメだ。あ、ここはダメだった。いやー日向、そっか。ここはダメっぽいな。ここダメっぽい。だけど止まれっちゃ止まれるけど。ビフカチャレンジすっかな。ビフカ森林公園。ビフカアイランド。これチャレンジしてみるかな。48分。これ設定。これ設定。設定しちゃって一気に函館まで行っちまうか。 UC チャンネルっていうことでちょっと、ワンチャンチャレンジしてみるか。あの函館チャレンジしてみます。とりあえずしょうがないね。設営してそっから荷物置いてバッて行っちまうか。明日のなんか雨でぐちゃぐちゃになったところは後で走るよりがいいかもしれない。よし、このままちょっとな行こう。行っちゃう。まだ11時だからね。はい、40号線です。うん、今日の雨を乗り過ごせばって言うんだけど、雨の前に行っちゃおうっていうチャレンジでございます。ビフカ町に入ってきました。いや、あの山雨降ってんな、あれ。いやー、すげーどうするか迷うな。本当はあの函館チャレンジしようと思ったんだけど、この天候だと、微妙な感じがするよね。なので早めに今ね、11時36分、午前11時36分でございます。ちょっと情報を収集しました。さあ、もう南の方も雨降ってる今ね。ビフカアイランド、ここだな。キャンプ場は管理棟だからこの辺、この辺だな。UC チャンネル。よし。よし。そんな感じでこれになっちゃう。よし。はい。今ビフカアイランドでね、テント設営しました。
12時半ぐらいだね。ちょっと今からだとね、出発しちゃうよ。ちょっとラストチャンスだね、晴れは。ということでね、箱だけチャレンジしていきたいと思います。